よろしいでしょうか。はい。それではただいまから視力者会見を開催いたします。8月19日からの法案変更に伴う今後の審査をご中心にコメントいただきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。今朝ほど第6回の災害対策本部に会議を開催いたしまして、まあ、その結果を踏まえた情報提供をご紹介させていただきます。今回お手元に6月目の実は対策本部委員会議で、出した資料ですね、皆さんにお配りしようということでお手元にしたいと思います。で、まあ、これ自身はその会議の中で、最後だいぶ時間も経ちですね、関係者の方々がですね、情報提供を望んでいるというのがあるんじゃないかというお話、副大臣からもありましてですね、しっかりした対応状況をですね、丁寧に説明するということに少し力を持つというようなことがございました。まあ、担当部それぞれ今まで組織の中でこういう情報交換してるんですけども、発表になかなかきちんと整理してないものですから、どうかということでやってなかったので、この際、お出ししてですね、マスコミ関係者の方々のこういうことみたいな中で、個別に詳しい部分をですね、受け取っていただくなりして、関係者の方々の、不安とか、情報欲しいなということに対応した、正確な情報提供をですね、まずお願いしたいので、避難所とか仕事でもですね、可能な限り、しっかりと情報提供していこうというふうになりましたので、ということで、まあ、そんな中で、そのコメントは少し何件かピックアップをいたしまして、ご説明しようと思います。まず豪雨災害の被災者の支援の状況であります。引き続いての進捗状況ですけど、現金23日現在で4700万円余りとなっております。次に生活支援に関しましては、昨日職員12名を動員いたしまして、朝南区、朝北区に被災者支援、総合窓口を設置いたしました。そして、避難所におられる方は、区役所に行かなくても支援手続きができるようにということで、避難所職員35人動員いたしました。そして、支援策の一覧チラシを配布いたしまして、被災者の方々に実現に向けた相談体制を整えるということになっております。避難者の健康管理に関しましては、避難者が日中に、土砂や瓦礫の片付け、自宅の清掃などによりまして、リスクが出ている、多くなどを訴える方が出ておりますために、昨日から、市民病院、それから二席、県の支部、医療、15班の巡回回復を、6時ごろまでだったのを、20時まで延長いたしました。と当然、震災時の拡大もあります。避難者が急増いたしました。朝北区の三入東小学校、昨日の午後から新たに保健師を常駐させるようにいたしまして、避難者の心身の、ケアということに至っています。TPAT 災害派遣精神医療チームにつきましては、昨日は緑の小学校と壁小学校を実施いたしまして、相談診療を実施いたしました。さらに昨日は県の災害時の公衆衛生チームの理学療法士や作業療法士等で、今後のリハビリテーションの実施方法等についての協議を次の体制に備えていきます。で、その他、皆さんの関心であろうということになります。まあ、この中にも資料入ってますけれども、被災地での空き巣とか災害に便乗した空き商法が起こっているということで、まあ、その注意喚起をしようということを改めて考えました。まあ、これまでも、被災者の方には、このように注意喚起を行っておりますけれども、被災地での空き巣被害が発生していることから、今回、しっかりと注意していくか、改めて注意喚起を行うということに、手元に出てきて、チラシ、これ、本日中に避難所に、貼り付けてまいります。また別途ですね、避難勧告、避難指示の出ている地域の町内会長、市会長にも昨日から順次説明して配布をするということで、各世帯に呼びかけていただいて、こちらにおりまして、
今日中には、これを完了させるべくやっております。ここにある人で例えば一丁目を常に身につけておくということ、正常、近隣などに声を掛け合うことですね、そういったことをお願いしたいと思います。そしてこの度、被災地では、確認しておりませんけれども、全国的な状況から見るとですね、災害に便乗した、点検証拠ですね、当たり証拠といった悪質証拠が起こりいたしますので、修理工事とか災害の場合に乗った点検、訪問販売ですかね、こういった点については重々、気をつけていただきたいと思います。こういった手口をですね、わかりにくく知っておくということは今後に備え、今後の備えになると思いますので、ぜひとも注意喚起をお願いしたいと思います。それからもう一つはですね、私も昨日改めて見直しがありましたけれども、おられる方々がですね、自宅に帰る通路とかですね、橋の傷んでいる状況がなかなか回復できないので、なんとか回復というのがございました。これについてはですね、私もお答えして可能な限り回復しますというようなことで、お答えしてきているんですけども、もう少し正確な情報もちょっとお伝えしながら、皆さんのですね、ご了解もいただけかなというところで、やはりこんなことが出てますので、本当は少しお伝えしたいと思います。8月24日6時現在で、道路橋梁の被災件数は443件というふうに担当しております。損壊、流出などの、現時点でもですね、道路の損傷が確認できているのがうち数として170あります。そして、土砂がですね、道路とか橋を覆ってましてですね、損傷そのものが、確認できないなどのものが、237とこういう内訳であります。そうすると、この土砂が流入して、損傷流出などが確認できないところにして、まずもって流入した土砂の状況というか、撤去をやらなきゃいけません。で、これについては民間業者に委託しまして、取っていくためにもですね、幹線道路に近いところからこう搬出するということを今やっておりますので、幹線道路が遠いところについてはですね、もう少し時間があるということもご了解いただきまして、途中飛ばして地方から取るというのはもう出せませんのでですね、そういう手順で動いているということで、そして、この辺につきましてはですね、国道からのアクセスになりますけれども、国交省の方からもですね、指導とかというのを問わずに入り込んで土砂撤去するということで、国、地域のですね、協会が分かって、その協会があるからどうかなということのようにですね、作業していただくということになっております。そしてもう一つは、なかなか進まないというところはご理解いただきたい点は、人命救助の活動を続けている方につきましては、自衛隊、消防、警察等々がですね、一緒になってですね、まずそちらを優先して、道路の回復以上に救助活動をまずやって、そこで見定めをついて次に、復旧、土砂の状況を先生復旧するという、そういう手順でやっていますので、今しばらく、かかることがあるということで、そういう意味ではそういった、人命救済救助活動がですね、終了したところについては次のですね、状況の過程に移るという段取りで今作業を進めているということをご了解いただきたいと思います。次の同社をまず覗いて、そして痛みを確定して、その痛み状況を治すという手順でやっているということでお願いしたいんですけど、実際、今段階で443件ということですけれども、実際 の痛みとかの点検箇所をですね、同社を取っていくと、これで済まない、多分500件はまた超えていく状況なので、工事箇所が増えていくというふうになろうかと思います。そうすると、短期間で多量な、箇所のですね、しているということになります。今日も、西村大臣からお話しいただきましたけども、長野エヴァンともいるんですけど、同時進行で、そして手続きを、一気にやるためにですね、国の一個一個の、了解を待つということができませんので、こちらが先行してやるというふうな、了解をいただきながらやるというのが、まあ、やっているということをご了解いただきたいと思います。それから三つ目は、もう一つ、宅地内の堆積土砂に関してです。まあ、道がうまくいったとしても、自宅に帰ったときに砂とか残っても生活できないということがあります。で、大規模な土砂の流れが起こった地域
緑地区、八木地区、安倍東地区、東部、の南地区、ここでは膨大な土砂瓦礫が発生しておりますので、これを早急に、除去するということで、本市において直接やる方針を固めて掲げております。この被害が甚大な4地域集中的に指定するためにですね、この地域を解いただければ市の方から、それからこの地域内農地な農地についてもですね、合わせて同じような方法をやりたいと思っています。でさらにですね、家庭内の被災ごみについてもですね、この4地域につきまして、地区につきましては、被災地域を順次巡回いたしますので、その際、声掛けをいたします。ごみの配送をですね、見ていただければとてもありますので、お願いします。まあ、その他の被災地域に関しましても、ご連絡いただければ、個別に、ごみにつきましては、その配送を支援するという対応をしたいというふうに思っております。とりあえずあの今日の議論を踏まえての決めが決めかなということをコメントいたします。いずれにいたしましても、副大臣、それから、まあ、知事の担当者の方々からした発言はですね、救済活動を長引いている中で、第二次の、災害を起こさないようにため、そしてボランティアの方々もこの活動に入っていて、そういった方々がですね、被災することのないように、天気に関する情報をですね、しっかり伝達する。そのためには今、警察が天気情報を集めてボランティアの方に知らせる、こういうふうに思ったりするんですが、正確に、知らせられるように手続きを確認するということを、そして指示が徹底するようにということを確認いたしました。その他、例えばという話で、道路の先ほど申し上げた復旧活動は、全体としてみてですね、救助活動が終了に近づいたところから早めに復旧活動に入るというその手順もですね、抑えて、その作業をするために、例えば大きな石など除去があればですね、これ搬出するということ自体なかなか大変であれば、その石の除去方法ですね、これは鉄鋼も国から来ているので、そういう専門技術家と相談してやるということ、体制の強化も考えるようにしてもらいました。鉄鋼も今までの視点は、まあ、砂防という観点でいろいろ考えてきたけど、それプラスですね、復旧の観点も加えて地方整備局関係者と、ね、協議しながら、そういった早めの対応をするように、取り組みをということを今日申し合わせていたというふうに思っております。とりあえず今日のコメントはこんなところです。はい、それではこれから質疑応答に入りたいと思いますけれども、また本日もちょっと冒頭言い忘れて申し訳なかったんですけれども、おしまいの時間、10時40分を目途にお願いできればと思います。それではあの質問がある人がございましたら挙手をお願いいたします。はい、どうぞ。吉田テレビです。行方不明者の名前を公表することについてお考えはあるのでしょうか。それとしたらタイミングなどありましたら教えていただけるんですけれども、その点については今ですね、あの県警県から消防とですね、知り合わせしてます。もしなると思っていただきます。今段階ではまだ、確定できておりません。もうちょい調整ができておりません。今段階では公表することを考えてないんですか。公表を含めて今やってますので。報告者公表するという。公表へ、それを視野に置いてやってます。はい、もしなると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの4地区の土砂だけですごい量、50万リューベの保険かかるということですが、はい、これについて土砂を、どっかにですね持っていくだけでも大変だと思うんですけれども、はい、この見通しはどうでしょうか。見通し、はい、あのまあ受け入れ先っていうんですかね。あ、そうですね、はい、これについてはどうでしょうか。はい、あのざっと見ただけでということで正確なあの土砂の量を特定できてないという状況ですけどもですね、現時点であの上から目線ですね、はい、航空写真等を使っていた時に言われたように50万リューベルはあると間違いなかったということでありますが、これを除去してですね、最終的にその中にですね、あの不燃ごみとか様々なあのごみも入ってますのでですね、いった分離して
最終処理分量に持っていかなきゃいけないということなんでですね、一旦なんて言いますか、仮置き場ということが出てまいりました。で現在仮置き場については朝南では友西公園、それから浅北では壁運動公園をですね、この仮置き場にして運び込みにするんですけども、搬入土砂が相当多くなってましてですね、これだと限界が見えるので、また新たな今仮の設置場所を探しております。でそれを確保して取り込んで分類しておいて最終的な処分場ということで、そんな作業を始めたいと思います。はい、他に質問ございませんか。すいません、私も分かります。みんなの質問に関連してなんですけど、最終的な処分場っていうのはですね、その土砂だとかなりの量ですし、ゴミと違ってですね、補助的に使っている施設がないと思うんですけれども、そのあたりは今のところ見通しですとか、お考えは。見通しはずっと、埋め立て地のあたりを今考えて、検討で調整しています。もしよろしくお願いします。はい。じゃあ、写真をお配りする。今日から公営住宅への申し込みというのが始まりますが、一方で学校のですね、開始の時期というのも迫ってきているという状況がありますが、まずその学校の、事業開始時期を決定するというのも今後取り組みの中に入っていますが、市長の考えとしては例えば1週間程度遅らす、いやもう被災者の方がいる限りはちょっと学校は他の場所でやるとかですね、またはその学校の一部を使いながら授業もするスペースと、あとは被災者のいるスペース、それを併存させている、今どんな感じでお考えなんでしょうか。実は今言われたことをそのまま今検討してましてですね、複数で走ってるんですね、ですからこの資料の一番最後の内容、それも現在の取り組み状況の中でその3つ目の要素なんですね。教室を貸してるんですね。で教室がですね、体感とか違って結構クーラー入ったりして居心地のいい部分がありますね。だけどその2学期開始となるとそこを開けなきゃいかんとなるとですね、それと同等のかなりの伸びた被災者のですね、施設がすぐに出るかとなるとですね、開始とまた体育館のようなところにその方々をこう移動していただくとですね、生活環境が悪化しますよね。そうすると多分耐えられないです。大体の場所がどこ確保できるかどうかを見ながらですね、それが難しければ逆に生徒さんの方にちょっと無理言ってですね、後期の授業過程で授業時間を伸ばすということで授業日数を短縮する中でやるとか、その調整を今どこまでできるかですね、その教育委員会をかけて今やってますね。今言われた視点はその通りで、どこに定着するかのかな、もちろん見えないで教育中という表現をしています。ありがとうございます。よろしいですか。他に質問ございませんか。はい、チームの方ですが、先ほど村沢委員もありましたけど、最終的に住宅の件で仮設住宅も支援して進めている、仮設住宅の件で支援しているということですか。それはね、副大臣、西村副大臣、木崎知事も聞いていただきましたけども、主にお二人ですね、いわゆる量的な確保という点から説明していただいたんですね。で実は実際の作業部隊でですね、質的な問題も考慮して多面的な措置ということを考えていまして、で私も実際に乗って住宅のなくなってしまった方、それから住宅は損壊して残っているけどもですね、どうしようかと迷っている方が多く、お二方の種類の2種類の方の話をしたところですね、単にその仮設というかその仮の住まいということであったとしてもですね、自分たちの今の生活空間がですね、例えばフラットなところでね、お年寄りで結構その段があったりする部屋は困るというふうな話をされている方についてですね、で今の公民住宅的なことです、あるいは市営住宅、県営住宅でですね、届くかなと、自宅ちょっとなりますからね、そうすると、今言った領土ですね、質の方もちょっと考えていかんという問題視点をして、応募したけども、応募して、入りたいけども、ざっと見て、家の作りとか見たときにですね、これはどうも困るといった方についてはですね、要するに融通の利く、最初に時間かかってしまう、さっき申し上げた仮説なんかでやらないと、ひょっとして質のニーズが低
ゃないかなということですが、量的なものと質的なものを考えると多面的にとにかく用意しようという判断をしてはいるんですね。それからあのもう一つは住宅はそんなにひどくないんだけどもですね、まあ、痛みあるけども、今回こういう土砂崩れを起こったと思うんですけど、そのエリアに住みたくないという、とにかく移転したいと、その移転する過程で帰りのところとか欲しいというような方もですね、そうすると帰りなく遠くて絶対安心だと安全だというようなところも優先していきたいというような主人が、もう一つは自分たちがその家のお隣組とかで相当何十年も暮らしてて仲良くしてるんだけど、その公募かけたりするお隣ではバラバラなのかな、して世帯で2人夫婦とかでとても仲良くしてる、このためにね、あのバラバラで忍びないからまとめてどっか行けるような社会がないと困ると、そういうふうな話もあったりしましてですね、まあ、そういったさまざまな需要をまで、要するに質の面まで考えていくと、量プラスそういった質まで考えると多様な方法で鍵になっていくと、どうにかということをですね考えてもらえたというようなことで、今テレビ局ですね、可能性を検証してます。応募していただいた方もって需要を聞いてどんな希望があるかということを聞きながら調整するかということで、当然その時には単はですね6ヶ月は5ヶ月申し上げて、その中での費用手当をどうするかということに絡めていきます。例えば建てるとかと、それは市がやるんですよ。それを市プラス国の方もですね、仮設住宅に関しては支援策があるから、それと頭において市ばかり負担しないようにということで言っていただきましたので、ね、少し負担がかかるかなという気がします。自由度が増えたということでしょうか。はい、他に質問ございませんか。日経のサンダーですが、ちょっといただいた資料 の、 取り組み状況についてのその6番のところで、建設についてこう準備を行っているというのは、まあ、記載はあるんですけど、これはどのレベルの準備というのを、仮設住宅についてこれは今申し上げたですね、どの辺にですね、可能性が、場所ですね、ということ、それから財源手当ですね、それの解説、今日副大臣から財源的な財務支援いただくということになりましたけど、ね、ただ、仮設住宅作るとしてもですね、実際に着工して時間がかかりますね。ですから、今日段階の話では、まず今ある市営住宅、県営住宅、それから知事も行っていただいたとしたら、公務員のあるものをやって、それでどうかなかどうかでやるし、それから次に民間のですね、まず住宅を建てて、それでも足りないというような状況になるかどうかを見ながらですね、建てると、こういう一番最後の状況であったわけですね。それでもその、ゴーサインが出たときに動けるような準備をしているというふうに言っていただきます。よろしいですか。はい、今もなんですよ。その民間のですね、賃貸物件ですとか、あるいは社宅とかですね、を無償で提供いただくとか、いろいろアイデアがあると思うんですけれども、その民間についてはまあ、今日から公営住宅は公募が始まりますけれども、どれぐらい今のところを目安として作ってらっしゃる。ちょっとごめんなさい、目安はまだ民間の主にですね、県の方が住宅のですね、協会と協定を結んでいてですね、そことの調整を今始めていただいて、それを中心にやっていきたいと思います。なので、やはり、先ほど学校の話とも関連するんですけれども、どれぐらいの費用が必要かっていうのがですね、まだ被害自体が発生していないこともあって、なかなか対応点難しいところだと思うんですけれども、そうなると、被害自体の把握の上でですね、今、その人命事情最優先とか、区の職員さんとかなかなか入られてないというふうに伺うんですけれども、それと、いずれですね、その人命救助からその復興に少し場所を移す時期が移ってくるのかなというふうに思うんですが、そのあたりはどのようにお考えですか。どう言いますかね、今、少なくともですね、住居で損傷を受けている、なんですが、一番最初、今日の会議でお配りしていると思ったその2ページ目の、物的被害、前回、反対、一部、受害する、受害した新幹線、それで19、36、56、66、65、56、こういった把握ができるんですね。さらにこの住居自体もですね、
先言った土砂などで埋まっている部分についてもあったらですね、きっちりできてます。間違いなく増えるんですね。そうするとこの数の中でですね、どれくらいその臨時の家が欲しいかという方がいるので、今あの住居に入るかどうかを昨日からほぼかけません、ね、そこでの把握をするということを知りながら、同時並行でですね、とりあえずこれくらいの頭をマキシマスで置きながらですね、それぞれのところにどこまで住居提供できるかというやり方やってますので、最初にいくらということはちょっとできないんですよ。生徒さんは扱ってないとか、まあ、作業停止までやりますけども、生徒の数字はこれはできません。その把握のためにですね、やはり 職員さん今なかなかその救急隊とか消防隊とかですね、あの救助隊を優先させるんで入れてなくて、その自体が把握できてないっていうふうに伺うんですけど、その点についてはですね、これ今お配りした3枚目の紙見ていただきます。その要因と違う形でですね、あの調査復旧班ファースト班と呼ぶんですね、浅南区と浅北区にですね、それぞれ共現在で130人と256人増員体制組みました。でこういった担当班がですね、今言われた重要調査をするということにいたしましたので、もう少し自由把握ができるようになって、それは本庁に挙げていただいて、またフィードバックするということで、これも週明けぐらいにもこの方復旧班がもう検査室に入られるで、もう今日配置いたので、今日から動けるようにしてますので、上がってきて、今までの35人からあれ68人からこれが増えしましたんですね。今の救助対策プラスこういう調査対策を行っているので、よろしいですか。それではの時間となったんで、もしあるようでしたら次の質問、最後の質問にさせていただきたいと思うんですが、まあ、質問ございますか。私も詳しく、ね、詳細まで全体はこういう把握をしながら私がお話ししてますけども、詳しい点はですね、担当部局にこれから聞いてると、これが形で私に上がってくると どんどんと情報ですね、お示ししてそれぞれ掘り下げて、あの正確なですね、情報を皆さん出しにしていただいた方がはいかなという合意ができましたので、ね、よろしくお願いします。はい、よろしいですか。はい、じゃあ、まずの記者会見これで終了させていただきます。ありがとうございました。